皆さんこんにちは。前回食器のご紹介をしたんですけども、うちこういう木のテーブルなんですね。こんな感じの木のテーブルなので、食事をするときにこのまま使うと結構傷んでしまうので、長く使うたびにご飯を食べるときはこういう布を敷いたりとか、ランチョンマットとかを使うことが多いんですね。なのでそういうものの紹介と、そこに合わせてちょっと食器の紹介ももう少し加えてできたらいいなと思ってます。じゃん。でこれね、丸いタイプのこういう布なんだけど、刺繍がこうやってちょっと入ってる。ザラで買いました。私ザラでホーム系のもの買うことがすごく多いです。でテーブル、これ丸テーブルなんだけど、すごいエクステンションで広がるようになっていて、なので少し大きめのやつを買うことが多いです。あとこういう本当に無地の、これもザラですね、やつなんだけど、これは結構色がこう深みのある色なので、結構使いやすいですね。和食器とか、あとこう冬のシーズンお鍋するとかの時とか、なんだろう、なんかすごく色の濃い食器をよく使う時に、これをよく使うようにしています。これすごい結構一番使ってるかもしれないぐらい使ってます、これを。あとこぼしてもね、分かりづらいっていう。そして同じくこれもまたザラですザラホーム率がすごい高いんですけど、これもこんな感じので、なんかこうお花の刺繍がしてあるのがすごい可愛くて、結構これ気に入っています。で大きなタイプのもので、ヨーロッパのなんかこう家庭を感じるような雰囲気っていうのがすごい好きです。ちょっと南フランスとかイタリアみたいな感じかなって勝手に思ってる。あとこれも、これパリで買いました。そう、可愛かった。ちょっと派手なティータイムみたいな、夏ちょっと元気出したい時とかに良さそうみたいな。ちょっと広げてみますね、テーブルを。今これよ、丸だと4脚4人用の席なんだけど、シャ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 こうとこんな風になっていて、テーブルさ、すごいいいのがさ、エクステンション用の付属のあれがいらないの。板が、中に板が入ってる。なんかもう本当に簡単にこんな感じで、中にこう板が入ってて、これをピュッと出してこんな感じでパチャンとやって、あとは押してくっつける、はい、そうすると結構大きいサイズのテーブルになるので、1,2,3,4,5,6 人6人掛けになる。こんな感じ。そうするとさっきかけてたこの丸いのがギリギリちょっと短いかなって感じで、一応かけれるにはかけれるんだけどね、まあ、別にありかなって感じ。やっぱ白いのはね、万能なので、あと汚れたのもすぐ分かるからさ、こんな感じで、丸いのを台のテーブルに使うこともあります。うん、これはこれで使えるかなって感じ。お気に入りです。で他のはもっと大きくて、8人掛け用とか のサイズのやつを買ってるのかな。今度ねご紹介したいんですけど、うちの洗濯機を変えてから本当洗濯がすごい楽しくなったって楽しくなったって、だから楽になったから、で大きい布物をよく使います。これ広げるとこんな感じ、すごいいい感じ。これ可愛いよね。可愛いですね。そうなの。これが一番高い凝ってるよね、刺繍がこれザラのザラホームセールで買った、残ってた。奇跡的に結構すぐ入れ替わるからね、商品が。気に入ったのが見つかったらすぐに買うようにしてるんだけど、ちょっとしわくちゃでごめんなさいね。なんか私お鍋を冬場によくするからさ、土鍋がこう黒い鍋 でそういう時にこういうのだとなんかあんまり合わないっていうか、ちょっとすごいしわくちゃですけど、ちゃんとしたお客さん来る時はちょっと伸ばします、アイロンでシャシャシャと。でもすごい仲いい友達と2人だとちょっとしわくちゃのままいいって言ってしわくちゃのままです、はい、そしてこの黄色あんまり使うことないんだけど、気分で買ってしまったみたいな感じだね。それこそ本当にこれ飲みの市で買ったから、道端とかでやってるブローカーとかで買ったから、本当になんか家庭で使ってたんだなみたいな感じで、ちょっとサイズがギリギリだから、ちっちゃい丸テーブルの時に使うといいのかな。でも一応
可愛い。なんか私その実家とかがなんかいわゆる木のテーブルになんかビニールみたいなのつけてるの分かる？ あるじゃん、なんか傷つかないように、ね、中に写真とか入れる。あ、そう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 、うちの親はなんかレースみたいなの入っててビニールがついてんだけど、だったりとか、あとこういう木じゃなくてこう濡れても大丈夫な素材のものだったりしたから、こうテーブルクロスの文化が私は全然なかったんだけど、フランスに住み出してからやっぱどこの家もこういうのを結構使うんだよね、あの木の家具だとね。ですごく大事、物を大事にしてるのがすごくいいなと思って、あとなんかクリスマスのシーズンはそれが真っ赤になったりとか、なんかそういう華やかさもあるし、すごいこう外のテラスとかにあるめちゃくちゃカジュアルなテーブルとかもこういうのをかけるだけで一気にグッとシックになったりとかするの でそれからテーブルクロスすごいいいなと思って使うようになりました。こういうクロスはもう洗濯もほらね大変やからもうええねんっていう日ももちろんあるんですとか、一人でご飯食べるときはもう大体お盆だったりとか、あとはもうこういうちょっとしたアマゾンで買いましたみたいな、みたいな、ちょっとアマゾンで買ったんだけどアマゾンで買いましたみたいな、こういうあのさささっと拭けばすぐ大丈夫だよみたいな、これなんか和食器に合わせようかなと思って、毎日のデイリーな感じとか、この辺もほら私のお気に入りザラホームです。ザラホーム活躍しまくりだからね。あとこれも季節物で、クリスマスの時にテーブルの上にこれなんか乗せたりとかして、この上にちょっとリースとか置いといたりとかするとこうクリスマス感が出るので、クリスマス用にこういうの買いましたみたいな、こう季節物。あとこの辺とかも一番よく使うタイプ、本当に混乱ショップとかで売ってる、では混乱ショップで買ったこういうやつね、こういうのね。この辺はこれフランフランかなんかで買ったのかな、こうちょっとカラフルなものとかがあったりとかですかね、こういうものも使ったりします。あとはなんかねお盆が多いかな、一人の時はお盆に粉を持ってきてそのまま食べるみたいなことが多いです、はい、なので可愛いそういうお盆を探しております。いいなと思うとすごい高いから、なんかどうしようかなと思って、あのでも長く使うものだから気に入ったものを買おうともずっと探し求めております。テーブルセッティングっていうほどのものじゃないんだけど、あの前回あの食器紹介とか出てきたこのヒデアハウスさんのこういう赤色とかって結構和っぽい感じになるので、そういうね、こういうふうに2つ目のお皿をあの足してみたりとか、そんな感じにしてあのお食事出すと最初に用意するときはします。これもなんか誰だか忘れちゃったけど、マシコ市だっけ、あのマシコ焼きのあのほら陶器のさなんかあるじゃない、はい、最近コロナになって行けなくなっちゃったけど、その時に買ったやつ、ちょっと遊びがあるものとかで、これもねすごい気に入ってんだけど、これヒデアハウスのお箸、見てこの細さ、すごい細いのね、うん、すごい使いやすくてお気に入りです。でなんかちょっとこう華やかにしたい時はこういう高めのグラスにしたり、カジュアルにしたいときはこういう、でちょっと黒みがかかってるガラスだからこうちょっとシックになる感じがするかなと思って使っています。であとはなんか前菜をこれで食べて、でメインをこっちでいただくみたいな感じで使ってて、ちょっと今日ないんだけどナプキンとかあるとナプキンこの辺に置いたりとか、この辺に置いたりとかしてもすごい可愛いかなと思います。であとはなんかこうちょっとなんだろう、お醤油のせたりとか薬味のせたりとか、ちっちゃいものように骨董屋さんとかで買ったものばかりかな、この辺りも全部京都の骨董のお店とかで買ったものばかりです。あとこの辺は作家さんもので、なんかこうネットとかインスタとかでこう作家さんのやつとか見てて可愛いなって思ったものを買ったりとか、この辺もですねしてます。ちょっと懐かしい感じがして可愛いなっていう。あとこれお鍋するときはお鍋用のこういうお皿が全然可愛いのが見つからなくて、でこれもどうしよう、全然参考にならないかも、作家さんの名前を全然覚えていない本当にこれなんかこうお鍋用の、あのお椀をすごい探してて、ちょっとこういうのだったらあのなんだろう、蓋の時にちょっとこうおひたしとか入れるのにも使えるし、汁物も入れられるなと思って、ちゃんとこのなんだろう、こういう棒なんとか加工みたいな感じで水が浸透しにくいみたいな加工のお皿らしく、なんかでも土っぽくて素敵でし
こんな感じで和のご飯のすくときはこういう感じのものを使うことが多いかな。あとガラスの食器とかもすごく相性がいいなと思ってて、ガラスの食器もよく使います。ちなみにこのテーブルは、北欧のブランドのハンスオルセンというブランドのもので、このテーブルとこの三つ足の椅子、この足の椅子はセットで買いました。4脚で、これがすごいピタッとこの中にね入るのがガチャッと、だから丸い時は椅子が本当に全く見えないような感じで入るんだけど、この三つ足ってすごい可愛いんだけど、四つ足バージョンもあるらしいんだけどね、三つ足の方がちょっと年代が古いものらしいんだけど、なんだけどちょっと不安定なので、カイ・クリスチャンセンっていう別のデザイナーさんの椅子を買い出しました。2脚だけ、やっぱりちょっと4脚の方が正直座りやすい。三つ足は可愛いけどちょっと座りづらい。そして次、洋風バージョン、じゃん。こういうなんかガラガラにしたいときと、ちょっとシンプルにしたいとき、こういう柄のお皿のときはあれだけど、こういう白いお皿のときはちょっと上にこういうふうに乗せてみたりとかで、何が合うかなとか言って、こんな感じでトライしながら、どうしよう。このお皿はね、パリのビストロっていうか、よく行ってたお店でこういう感じのお皿によく入ってご飯が出てきてて、とっても可愛かったから真似してみたようなのを買ったという。いろいろ余裕があるときはちゃんとシャンパングラスとワイングラスを2個出してみたりします。人数が少ないときだけこれすごいお気に入りなんだけど、これ京都で買ったガラス作家さん、ちょっとちっちゃいサイズとか大きいサイズとかいろいろあったんだけど、フォークとナイフが置けるようなサイズ感にしました。こんな感じで置けるような感じ。そういいですね。そうなの、可愛いんだよ。でこれ和にも洋にも合うし、やっぱガラス物って和にも洋にも合うんだよね。なんかね、いいなと思って。でもほんとこういう感じの大きなお皿ボンみたいな感じで、さっき和の時も出てきたけど、こういうのすごい使いやすいから、なんかざっくりこう、例えばこうシリアル系が入ったサラダとかはボーンってきたりとか、あとはお肉とか焼いてとかチーズとかはこういうのでパンパンとこういう感じで前にこう出たりとか、で結構こういう時になんかこれティプティックのキャンドルホルダーなんだけど、こういうのとか置いてちょっと炎をね中になんかつけたりとかして、このお皿とかだとなんか木のものとかすごい相性がいいのかなと思う。ちょっとカジュアルな感じで、なんかナプキンとかもちょっとなんかチェックのものとか入れてみたりとか、こうカジュアル風な感じにしてみたりとか、ということでこんな感じで食事の時はテーブルセッティングを楽しんでいます。ちょっと以前に食事した時の動画とかがあるので、そちらも少し載せておくので、もし参考になったら嬉しいです。今回もご覧いただいてありがとうございました。またお家のことだったりとか、どんなのを撮ってほしいとかリクエストがあればコメント欄の方に記入していただけると嬉しいです。ありがとうございました。またねー。